パナソニックパナソニックアビオニクスパナソニックアビオニクスコーポレーションは航空機向けの電子機器設備の開発を手掛けるパナソニックグループの企業パナソニックの社内カンパニーであるコネクティッドソリューションズ社を構成するパナソニック34事業部の一つ日本航空全日本空輸ユナイテッド航空エミレーツ航空シンガポール航空など 世界中の航空会社を顧客に持ち70%を超える市場占有率とともに高い営業利益を出しパナソニックを経営する有料事業部となっている。当時のアビオニクス事業部は小型で低振動のラジオ技術を応用して航空機向けスピーカーの製造から事業を開始1980年にはボーイング767にオーディオシステムが採用される。 さらに1997年、座席ごとに好みの映画作品を選べるシステムを初めて開発した。旅客機向けの機内エンターテインメントや、インターネット接続に必要な機器の製造のほか、納入後のメンテナンスなども言っており、世界の主要空港に保守管理用のエンジニアを常駐させている。2018年4月30日に、 アジア諸国の販売代理店への支払いを隠蔽するために帳簿を偽装した疑いについて、米司法省と米証券取引委員会から海外腐敗行為防止法などに基づき捜査を受け、当局に計2億8060万ドルの制裁金を支払うことで合意したと自社で発表した。ありがとうございます。